論第4回は産婦人科手術の麻酔についてお話しします産婦人科の麻酔は産科領域と婦人科領域でかなりの特殊性が出てきます術後早期回復プログラムイーラスの内容も目を通すと良いでしょう産婦人科は同じ腹部手術でも消化器外科とはまた違った特徴があります基本的には女性のみを対象とした手術ですそのため オシンオートの予測スケールアクフェルスコアが最低でも2点となります消化器手術とは異なり一般的には消化管粉合がありませんがオシンオート対策としてのオピオイド減量も重要です区域麻酔の併用によってオピオイドを減量できる可能性が高い分野です欧米のエビデンスを日本での臨床にそのまま適用すべきか考えなくてはいけませんまず 手術を回復手術にすべきか、腹腔鏡にすべきかという視点です。通常は申し込み通りに進めますが、何らかの理由で手術を切り替えてほしいときがあります。腹腔鏡の方が患者メリットがあるのでしょうか。消化器手術では、多くの面で腹腔鏡に優位性があります。しかし、婦人科手術では、腹腔鏡を推奨するべきエビデンスは全くありません。 問題がある場合には速やかに回復手術への変更を促すことも麻酔科医の役割ですね。回復手術のスタンダードな鎮痛法、硬膜外はどうでしょうか硬膜外麻酔は、婦人科領域でも最も有効な鎮痛法として評価されています。しかし近年は、低血圧のリスク、お心と発生率の増加、DVT 対策の遅延する可能性などから、 硬膜外が推奨されないことも増えています。状況に応じて、腹壁ブロックへの切り替えも求められる時代です。最適な鎮痛は何でしょうか硬膜外麻酔は、問題はありますが、痛みスコアの改善は最も良い介入法です。腹壁のブロックには様々ありますが、セカンドチョイスとしては良いでしょう。ただし、有名なタップブロックは、 婦人科領域では有効性を認められていません。ブロックが苦手であれば、総部浸潤麻酔も下腹部手術では良い選択肢です。欧米では、白人の割合が多く、オピオイドによる汚心凹との発生率が日本人よりも低くなります。そのため、欧米での鎮痛ガイドラインをそのまま日本に持ち込むと、汚心凹との率が高くなってしまいます。 バランスの良い多角的鎮痛ができるよう、鎮痛プランを立てるようにしましょう。酸化領域の麻酔は、区域麻酔が原則です。低王切開の麻酔といえば、脊髄いくもまか麻酔です。母体の安全性という意味では、全身麻酔に比べて誤炎のリスクが低く、出血量が少ない傾向になります。また胎児の安全性という意味では、 全身麻酔に比べてアプガー5分値が優位に高くなります。ただ、アプガーについては全身麻酔の残存だけという可能性もあります。次に、脊髄蜘蛛膜か麻酔か、CSE かについてです。CSE にするメリットは一つだけで、翌日理性時の帯同時痛のスコアが改善します。安静時痛に関しては優位差がありません。一方、 硬膜外心による偶発的な硬膜繊維子による合併症は重大になることがあります。硬膜外鎮痛も良いのですが、術後痛の大部分が抗鎮痛と考えると、CSE にこだわる必要はないかもしれません。帝王切開の鎮痛ガイドラインはどうなっているでしょうか脊髄蜘蛛膜下麻酔には、50から100マイクログラムのモルヒネを添加することが推奨されています。 硬膜外の場合は硬膜外モルヒネ2から 3mg での代用もできます。また、モルヒネを用いない場合、心純麻酔や腹壁の抹消神経ブロックを併用することが推奨されています。モルヒネを用いた場合には推奨されていないので、注意しましょう。低王切開の術中管理の要点を解説していきます。弁出前は、胎児への血流供給を維持するため、 収縮期血圧は入室時の90%以上を維持します。これは WHO による推奨が出されています。酸素投与については、サチュレーションが94%以上を維持する要推奨されています。予防的酸素投与は特に推奨されていません。心拍数については、さまざまな研究がなされています。 心拍出量を維持することで子宮血流が維持されるわけですが、心拍数が50以下では一般的に心拍出量が激減します。一方、頻脈を促すためにアトロピンやエフェドリンを用いると、胎児に移行して頻脈をもたらし、胎児血のペーーを低下させます。エフェドリンを避けるためにフェニレフリンやノルアドレナリンを単発投与すると、急激な除脈と心拍出量低下を生じます。 近年推奨されているように、血圧だけでなく心拍出量を維持するためには、ノルアドレナリンの少量持続投与が望ましいでしょう。体温を維持するためには、室温は高め、湯液は大量に投与することもあるため、事前に加温されたものを用います。先ほども述べましたが、昇圧剤の選択は重要で、かつ、ワンパターンではありません。昇圧剤の使用目的は、 血圧の維持と心拍出量の維持です。血圧と心拍出量を維持しないと低血圧性を心臓とや胎児血流不全を起こしてしまいます。エフェドリンは α、β 作用を起こしますが胎盤通過が難点です。フェニレフリンは純粋な α 作用で反射性除脈とウォーターハンマー効果から心拍出量の低下を起こします。ノルアドレナリンは 持続投与の場合には非常に安定した昇圧効果をもたらします。単回投与ではフェニレフリン同様に反射性除脈とウォーターハンマー効果から心拍出量を低下させますので注意しましょう。次に、胎児の弁出後です。不安な母体に鎮静薬を投与する、生徒剤を予防投与するなど、胎児に遠慮する必要はなくなります。子宮収縮薬の使用と選択です。 当院では2018年の国際コンセンサスに基づいてオキシトシン投与を行っています。オキシトシンの未監査群、監査群で量が違いますが、持続常駐です。ボトルに混ぜたり、子宮筋に注射することはありません。また、オキシトシン増量で収縮不足の場合、セカンドラインのメチルエルゴメトリンを用いています。産婦人科医と協議し、 迷わず使えるようにしましょう帝王切開における循環動態の変化の模式です入室した後、脊髄くも膜か麻酔によって位置の変化が起きます血圧は下がり大小性の頻脈が起きます続いて2です麻酔酵が T4 の心臓交換神経に到達すると一気に除脈となり心拍出量も低下するためさらに血圧が下がります 落ち着いたところで手術が始まりまりす胎児の弁出直後オキシトシン投与を開始します3のところです末梢血管抵抗が低下することで血圧低下と頻脈が起きますまたコロナリースティールから ST が下がることがしばしばです最後が4です子宮を腹腔から出して操作している場合 体外から骨盤内にに戻す際に一過過性の大腸脈症候群を起こします。これらの変化がなるべく起こらないよう麻酔科で管理しているわけですね全身麻酔を選択する場合もあります酸化以外の合併症のため脊髄いくも膜か麻酔を避けることがありますまた酸化合併症のため脊髄いくも膜か麻酔の適応がないことがあります いずれの場合であっても全身麻酔導入から弁出までの時間が短い方が胎児への影響が少なくなります麻酔導入は薬剤手技とも迅速に行えるようにしておきましょうスキサメトニウムについては全酸素化した患者の酸素を使い尽くしてしまうので現代の酸化麻酔ではあまり良くないでしょう全身麻酔で帝王切開を行った場合 術後鎮痛はどのようにすればよいでしょうか痛みは傷の耐性痛と、後腎痛という強い内臓痛があります。痛みの強さは後腎痛の方が相部の痛みより強いため、末梢神経ブロックを追加しても安静時痛の改善は見込めません。そして妊婦は水血症によって局所麻酔薬中毒のリスクが高いため、安全性にも疑問があります。低王切開で、 貧血はどこまで輸血せずに見れば良いのでしょうか若年女性のため貧血には比較的強いのは当然です一般コンセンサスとしてヘモグロビンが7を切るくらいなら輸血は考慮した方が良いでしょう一方輸血を決断したら FFP の投与を迷わないようにしましょう 2000g も出血した後に RBC だけ輸血してしまうと強固障害が進行します もちろん、ボルベンで粘り続けるのもいけません。貧血も凝固障害も進行します。RBC、FFP、ボルベンのいずれにしても、大量に投与する場合、カルシウムの補充が WHO により推奨されます。カルシウム濃度を維持しないと、心筋収縮力、子宮収縮力、凝固機能が低下してしまいます。 低王切開が推奨される術全状態についても知っておきましょう。ACHD 妊婦は見た目は元気でも低王切開推奨になるので要注意です。Modified WHO 分類があることを知っておきましょう。このような患者では可能な限り CSE による手術期血行動態の安定化が求められます。妊娠中の手術についてです。 これは当然のことですが、胎児の期間形成期は、全身麻酔を可及的に避けます。それ以外の時期は、麻酔法による妊娠経過への影響はない、または証明されていません。何でもかんでも、全身麻酔禁止といって、制限するのは患者の苦痛や不利益になります。鎮痛薬は、アセトアミノフェンやオピオイドは問題ありません。N セッツは避けるのが望ましいでしょう。 生徒剤は原則的に使用できませんが、温暖セトロンは妊娠中でも問題ないという報告も出ています。どうしても必要な時には協議しましょう。妊娠中の骨折などは、区域麻酔の良い適応となるでしょう。